こんばんは。今日はプレーオフやってきます。戦績が3ハイフンに。戦績3、2。OK。よし、やってきます。マルティネスさん作ってね。これ、マルティネスさん。いいっすよね。結構いいんちゃうかなと思ってます。カシージャスより。やっぱ背高いんでね。結構ね、ディビライがね、まあ、7勝は終わってるんですけど、なかなかね、エリートいけなくてね、まあやっぱその、初週行くのはきついかなーって感じですね、私やったら。やっぱもうちょっとこうね、なんか初見殺しの技みたいなのがやっぱ 欲しいですよね、攻撃面で。5個目。ああ、コモさん来ていただいてありがとうございます。コモさん、もう今日の1時、FC25 発表みたいですよ。発表？あれ、トレーラーが出るって。結構変わるみたいですね。そうなんや。そうなんですよ。もうね、ちょこちょこね、新作の情報も出てて、今日かな？ワークレートがなくなるって。来たる策は買うか微妙なあ、んだそうよなんです。な。あ、すいません、こんばんは。こんばんは。すいません、いつ発売なん？今週金曜日ですか？と2時間。あ、あと2時間？ああ、今日の12時ってこと？この FC25 のね、トレーラーもあれですよ、1時に出るんですよ、今日の。そうそう。楽しみですね。すみません、ワークレートがなくなるんですよ。なくなるみたいですよ、次の。で、代わりになんかプレイヤーロールっていうのができ FC は買わんよ。プレイヤーロールっていうのができて、それでなんか選手の動きが変わるんかな。だいぶ変わりそうっすね。なんかマッチングのシステムもディビライとフレンドリーマッチのやつ変わるみたい。買わん。変わん変わん。原価味の味を知ってしまったから、Y ぐらいまで買わないか原価も。味？ああ、原神ってやつか。ああ。まあ、すいません、フリープレイになったり安になったりしたらやりましょう、また。待ってますよ。フィアさんも本当ね、もうしてないっぽいですもんね、本当に。ただならいいよ。ねえ、ただならね、またできるから。毎年結局フリープレイ来たりしてますからね。S ぐらいかな？ S ぐらいの時ですよね。昨日17勝。おお、すごい。強いな、セイマーさん。さすがやな。もう、私全然勝てる気せえへんですよ、最近。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、サッキーさん来ていただいてありがとうございます。さっきさん楽しみですね。今日の1時にトレーラーが出るみたいですよ。楽しみに対してストレスの方が大まあきい。確かにね。もうもう満満足？足。満足しちゃったか。まあ私もね、まあまだまだやりますよ。そのワークレートがなくなって、その役割、選手ロールっていうのが50個ぐらいあるって書いてあったんですよね。50個もあったらちょっと厄ミニ介。当てたんです。あ、ビニ勝ったんです、これ。あ、そっか。ビニと、何やったこれ。誰やったね。バルベルベで買いました。
でもね、スナイクしますね。あ、つむさんありがとうございます。今作で目標の16勝もしたし、これ以上はすごいな。コムさんも16勝したんか。つむさんありがとうございます。ビニーね、もうちょっと結構高い時に買っちゃってね、失敗したんですよね。月曜に買ったんですけど、あんな下がると思ってなかった。320ちょいで買ったのかな。まあでも仕方ないですよね、この時期はもう。今週ドイツスカでやったんですけど、エアリアルの落差にびっくりしました。ああ、ツイートしてましたね。風の噂でヨハン引いたと聞きましたが。あ、そうですね、ヨハン、クライフ聞きましたよ。あ、やられたクライフ引きました。ようやくね、当たりが。お疲れ様です。ああ、98。そう98ヨハンクライフ、木戸さん来ていただいてありがとうございます。いいな。いいっすよクライフ、いいっすよ。あ、コムさんも引いてんの、すごいなコムさん。CF とってもいいの来ないです。W、 そうですね、なかなか。まあ、あ、そうそう、今週から CF 報酬変わるみたいですよ。あの95以上、皆さん引きが良くて羨ましいですね。でもアタッカーがもう飽和してる。え、木戸さんでもあれやん、私サカーめっちゃ羨ましい。サカーも引いてるし、あれもメッシも引いてますしね。え、何でしたっけ、何話してたっけ。あ、そうそうそう、え、何やった、あ、そうそう、 CF 報酬今週から変わるそうですよ。あの戦績4に何やったっけ、あれ、この今のユーロイベントの選手、95以上ユーロ選手のピックになるみたいです。いきます。ヌネースがプスカシからレギュラー奪った。おお、ヌネース、早い。あ、早い、ごめんなさい行きますよ、せーの、トン。ちょっとカラフル、スカッとカラフルになってきましたよ。いい感じですね。混ぜ混ぜで、ほら、こういろんなイベントの選手がね、こう S からですけど、ちょっとなんかにぎやかになって嬉しい。いきます、せーの、ドン。いい加減ホワイト変えたい。ベンホワイト、いきます、せーの、ドン。楽しみですね、今日のトレーナー。今日のトレーナー出たらまたあのいっぱいね、新しい情報が出てくるやろうから、その選手役割、選手ロール、プレイヤーロールがどんなんで出てくるかね。監督もなんかその監督のプレイスタイルみたいなのがつくみたいなネタ。いきます、せーの、ドン。よかった、マジ後悔。うん、アラフォーね、強なりましたもんね。あ、そうか、サイドバックもできるからか。あ、そうか、ロングボールパス使えるからか。さっきさんのやつあれですもんね、何でしたっけ。あ、そうそう、ペップ監督やったらテキタカっていうプレイスタイルがつくみたいですよ。もう趣味スカットに変えたのでサカ使ってないです。そう、マジっすか。いきます、せーの、ドン。まあ、つむさん当たりますよ。何やったっけ、その、え、そう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 、その
監督のプレイスタイルも今ロドリを裁判に回してる。あ、ロドリオ、まあ、あー、なるほど、プレスプルーブについてるやつ、新しいやつ、この間 SBC で来たやつかな。なるほど、監督の PS は邪魔だな、W。 うん、そうなんですよ、そのプレイスタイル、どんなんが、それも変えられるかどうかもあるじゃないですか。いきます、せーの、ドン。あ、あとね、あのコーナーのなんかあれも変えられるみたいですよ、キッカーだけじゃなくて。そのロドリを裁判にしてサネッティをアンカーに。あー、サネッテ、あー、サネッティいいっすね。何だっけ、ポジション真ん中に誰置いてとか、そのっていうのも選べるみたいらしい。まあちょっとね、確定情報じゃないんで。ペップにしてアグエロ使うしかないですね。ああ、いいですね、アグエロ。それはでかい。いきます、せーの、ドン。コーナーのね、メンツ選べるのは結構大きいですよね。だから割となんか細かくなる。今更かい。うん？どういうこと？いきます、せーの、ドン。その代わりコーナーのカソチェンは消えてほしい。ああ、カソチェンバレちゃいますもんね。当たった当たった。ズームさんごめんなさい、他の方に当たっちゃった。コーナーの配置選べるとか今更感が半端ない。当たらないよ、当たらないよ、本当 W。 もしかしたら辻村さんがね強すぎるかもしれない。 Y さんよろしくお願いします。ニアハーランは消えてくれ。ニアハーラン、あ、ペレス使ってんの、さすがショーダウン、ショーダウン。あ、誰か今エポってたな、見てなかった。あ、いいな、このユーロのアニメーション逮捕、私これ欲しかったんですよ。これって買ったんですか。もう見たらなくなってたからね。危ない。 Y さんのねコーナーもえげつないから。危ない。案内する、案内してくるんですか Y さん。あ、ミスした。あ、入っちゃった。そろそろバルサスカにしようと思うのですが、メッシが永遠に来ないです。メッシが永遠に来ない。今 S やったらどうなんですかね、買えるぐらいの値段になってきてるんですかね。なぜかメッシで思い出した、ギャラガー作らないと。あ、そうかそうかそうか、チェルシーですもんね。おはこんばんちは。あ、坂本さんこんばんは、来ていただいてありがとうございます。コッコさんスキルムーブが上手くなってますね。 ありがとうございます。ちょっとずつねできるようになってきました。あ、間違えた。坂本さんパワープロ買うんですか。まあ本職ですもんね、坂本さん野球が。S メッシ半端なく強い。あ、そうなんすね。プロスピにします。あ、プロスピにするんですか。プロスピ
プロスピアいつ出るんですか？もうすぐ出るの？9月だったかな。あ、9月。そう、もうそんなプロスギももうすぐなんですね。今何月や？今7月か。もうちょっとですね。え、FC25 と被ってるじゃないですか。坂本さん忙しくなりそうですね、9月は。メッシは何だろうな。とにかく AI がマジ優秀。おー、メッシした。あー、失敗した。危ない。危なかった。ビビライで連敗したらプロスキで癒されます。もうビビライ辛いっすよね、本当に。私も今ね、なかなか勝てなくてね、ようやくね、あの真ん中まで来たんですけどね、真ん中からがねきついんですよ。おっしゃー、もう Y さんに教えてもらったからね、ちょっとずつ。我慢できず S ハーランド買いました。今週の CF で出てほしい。いいっすね。こう出てほしい。せっかくで幼いように練習してビビ5まで上がる。あ、すごいすごいすごい、早いっすね。早、坂本さんこの前9って言ってましたもんね。 やり直して早いな。ああ今のさ面白かったな、お前さん。お前さん、あのアニメーション逮捕しつこいですけど、アニメーション逮捕あれ勝ったら手に入るんですか、あれ。後で教えてください。相手 Y さんか。 Y さんっす。おちんぼう様。あ、モグさん来ていただいてありがとうございます。あぶね、あ、取れたな、今しまった。奥さんじゃない、子供寝ました。寝ました、よかった。お、間違えた。
Y ちゃんと真面目な DM 先週しました。あ、そうなんすか。やばいやばいやばい、あぶなあぶな、今完全に抜けてた。あ、メッシージさん来ていただいてありがとうございます。来ていただくの待ってましたよ、メッシージさん。ちょっと古いですけどおめでとうございます。あの S メッシ当てましたね。そんであの優勝もおめでとうございます。ねえ、エミマルさすがでしたね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと感動しましたね、あの試合ね。レオやりました。ねえ、ちょっと足心配でしたけど。なんで俺には来ないんや。サキさん大丈夫大丈夫、サキさん、あの今のが来るかもしれんから。ちょっとあのあれ心配ですけどね、今エンゾですか、エンゾなんかな、あのちょっとどうなるか心配ですけど。優勝したからバロンドールはメッシですか。あー、どうなんでしょう、バロンドールはどうなんですかね。やっぱあと1ヶ月後には皆さん気合で引けますよ。あ、間違えた。さすがにベリンガムかビニな気が。ああ、そこはバロンドールはビニですね。バロンドールはビニか。エンゾの件はちょっと難しいので言及しないようにしてます。ああ、そうなんですか、ごめんなさい。ちょっと難しい、まあ問題自体がもね、あれですもんね。まあ、それに絡めてかもしれないですけど、なんか前回大会の時かはなんかメッシが止めたんですよね、誰かが。ね、ああいうのもやっぱり、まあ、難しい問題ですよね。やっぱちょっとこうテンション上がっちゃったんでしょうね。あ、ちょっとやめときましょうか、この話題はね。でもね、前フランスはちゃんとでメッシビズってタンで W。 あ、そうなんすか。これはちょっと おまけでしたね、Y さん。かつ入れる人いないと若い人はやっちゃうときはやっちゃいますよ ね、 まあ試合後やから多分ね、テンションもめっちゃ上がってるでしょうからね。まあちょっとね、どうなるかちょっと難しい問題なんでね、何とも言えないですけどね。うわっ、うまっ。そうですね、あのちゃんと最後の10秒くらいが問題なんですよ。そうなんですか。でも塩素今作で最強レベルで強いです。あ、本当ですか。まあ私取れてないからね、もう一生使えないからね。バロンドールは誰とってもモヤモヤするし、メッシでいいと思います。メッシでいいと思います。面白いな、キドさん。誰がとってもモヤモヤする。まあデンベレもグリーズマンもやらかしてるんど。あ、まあ、まあ確かにね。ハットマーク、アンダーバー、ハットマーク。なんで ？W。モヤモヤする ？W。まあメッシが平和ってことですよね。トップ下で最強です。まあ確かに。あ、エンゾが？エンゾがってことですか？じゃあ CR7 にしましょう。ああ、なるほど。そうです。個人的にビニが受け付けなくてですね。あ、そうなんですか。を出すと。まあもう木戸さん、そんなんもうね、もう気にしすぎですよ、木戸さん。
バロンはベリンガム希望ですね。 W あーベリンガム、あ CL なのかユーロなのかですね。あーなるほど、あ失敗した。ああ。あ、うまい今の。あ、ぶね。よし。ベリンガムかな。いっちゃん平和。まあ確かにベリンガムが一番平和っちゃ、まあまあまあ、あれですよね。あざました。ワイさんありがとうございました。乾杯乾杯。いやー、ワイさん。そうですね。そうですね。ワイさん。ありがとうございました。スナイプしていただいて。スペイン縛りなのは気がつきましたか？あ、スペインあ、そういうことやったんか。気づかんかった。ごめんなさい、ワイさん。次こそ当たりたい。よし、やりましょう。え、ワイさん、で、あの、逮捕はどうやって手に入れたんですか？あれ、勝ったんですか？あの、アニメーション逮捕。いきますよ。せーの、ドン。もう手に入りませんよ。あ、手に入らないですか？あら、まあ。あれ、やっぱ売ってたんですか？結構使ってる方多くてあれいいなと思ってたんですよ。いきます、せーの。今シーズンの目標です。あ、目標、じゃあ私持ってるんか。アニメーション逮捕ですよね。なんかシールドで取られないですし、予測で前線から取れますし、シュート入るしで言うことなし。あ、なるほど、シールドか。スペイン縛りの新戦術を試してます。あ、そうなんすか。え、やっぱり塩素良いんですね。ねえ、塩素いいんですね。さっきさんが、僕もスナイフするか。あ、さっきさん、ランク4行くために試行錯誤してます。いいっすね、 Y さん。これ、あ、本当や、あるやん、あるやん。あ、ぬきさん来ていただいてありがとうございます。あるやん、持ってたわ、ごめんなさい。これか。このままだと次の作品やれないんでね。あ、そうかそうか、ワイさんね。今回アルヘンでスカと組むというのでおすすめです。ああ、いい、確かに、ムースさん。アルゼンチンスカットでも十分、もう。やれない。なんかね、ワイさん、あの、目標にしてるんですよ。あの、あれを。14をやらんと次、まあ、縛りみたいなのしてるってことです。いきます。ああ、見ました。いきますよ。あ、インク次か。せーの、ドン。も、モグさん、モグから生まれたモグになってますやん。今気づいた。前からでしたっけ？バイさん、新戦術、試してるんか。いきます。せーの、ドン。あのユーロのやつでも、あの前のユーロ2024っていうのは変えられないですね。いつまでもランク5でやってても恥ずかしいので、次の作品やりたいならもう1回くらいランク4行こうねって目標です。すいません、すいません、いつもランク5でヒーヒー打ってていきます、せーの、ドン。本当ですよ。いきます、せーの、ドン。あ、あかんあかんあかん、ちょっと待ちましょうか。この、あ、そうそうそう、マルチネス来たん大きいですよね。ぬぎさん、どうした、うん、あ、これ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 、いきます、せーの、ドン。あ、ぬきんさん、そういえばもうエルダースクロールはやってないんですか？最近さ、最近ぬきさん生まれるの、ぬきさん何やってるんですか？やってますよ。やってます。あ、やってるんですか。いきます。せーの、ドン。このマルチネス来たん大きいですよね。もうこれでほぼサッカーゲームです。あ、お、ぬきさんもやってるんですか。フッティーズで変えてきますか。あの、全員、何やったっけ、アルゼンチンにしても、
いきます、せーの、木戸さん、ドン。あ、木戸さんもスナイフしてくれてる。あの、メシーさん、ちょっと逃げてしまった、すいません。いい、あの、今更聞くの恥ずかしいんですけど、ね、当たらない、当たんないですね。いきますよ、せーの、ドン。これなんでアルヘンって言うんですか、アルゼンチンのこと。いえいえ、コッコさん狙いすから W。 それはそうですね。いきます、せーの、ドン。アルヘン調べてみよう。あ、アルゼンチンのスペイン語読みなんか、アルヘンっていうのは。スペイン語だからじゃないの。あ、そうなんすか。スカといかついな、いかついしよ、ですです。あー、そういうことなんですね。いきます、せーの、ドン。ヌーキーさんすごいな。あれ、なんでカピタンって言うんですか。カピタンってどういう意味なんですか、あれは。キャプテン、キャプテン、あ、キャプテンって意味なんですか。いきます、せーの、ドン。なんでカピタンなんですか。オランダ語、船長の意味なんですか。あ、そういうことなんか。当たらんな。いきます、せーの、ドン。これでもサッキーさんと当たるのちょっと怖いな。当たらん。サッキーさんとちょっとやってみたいけど怖いな。どんだけ怖いな。でもドキドキするな。いきます、せーの、ドン。あ、当たった、当たった、当たった、当たりました。皆さん、チームさんお願いします。スペイン語でキャプテンの意味です。スペイン語なんですね。オランダ語一緒なんか。こんばんは。あ、猫さん、こんばんは、来ていただいてありがとうございます。へー、2連続側が向けないピスタチオを引いてげんなりしました。なんすかそれ。お、いいね、いいスカットですね。あれ、辻村さん、あれは、あの、あれ、左ウィング、リバプールの使ってないの、な、誰だっけあれ、名前忘れた。スカットが完成しました。あ、猫さん完成した、ついに猫さん。ついに猫さん完成ですか。あ、入っちゃった。入っちゃった。入らないってこと、入った。おお、びっくりした。あ、間違えた。空中戦がうざいスカットになります。おお、マジっすか。ハーランド、ベグ、いやー、さっきのミス痛いなあ。あそこでね、
パスミスしたら痛かったな、あれは。おお、あー、こけてる。あ、うわ、抜けた。あぶね。間違えた。あ、エンゾ。噂のエンゾ。ハーランドとベグ、サブに95にしたザーグチーと94にしたクラウチ。クラウチ？クラウチ？クラウチもエボったんすか。それはすごいスカッとやな。あとはもうあれじゃないですか、誰やったあれ。サッカーの話で恐縮ですが、プライムデー何か買いましたか。プライムデー、サッカーの話入れ、アマゾンのプライムデー。今そうやね、やってるんやな。私何も買ってないです。ぬきさん何か買いました？参照しといて当たるようにします。ありがとうございます。さっきさん、猫の餌と子供のおもちゃ買いました。猫、あ、何も買ってないんです。何も買ってない。猫さん猫飼ってるんですね。猫さんだけに。こんばんは。こんばんは。あ、計画さん来ていただいてありがとうございます。お久しぶりですね、計画さん。どうすか、最近なんかいい選手当てましたか。何や今の。ストーンズとカマビンガ当たりました。あ、カマビンガ、ストーンズいいっすね。やばいやばい。おもちゃいいですね。あ、そっか、猫さんまだお子さん小さいやからね、おもちゃ買ったんすね。あー、やってもうた。 ありがとうございます。すみません。ビニ買った後にテオが出て LM が完璧になりました。お、テオ出たんすか、猫さん。テオいいな。テオはいいな。86ピックから来たんすか。私あれやってないんですよ。なんか渋そうで。デンマがプライムデーセールで安くなってますよ。なんすかそれ。で、あー、で、な、あれか。なんかね、私あんまね、セールの時欲しいのが、ね、安くならないんですよね。特に欲しいもんっていうのが。電話はすでに持っている。持ってるんですか。もう持ってた。さすが。
結構さ、ストーンズとカマビンガか。ビリのゴールが事故だったのでちょうど良かったですね。すみません、すみません、そうですね。黒いコードレスタイプのようです。黒いコードレスタイプ何探してるんですか、ぬきさん。必要なあれ、この前言ってたあれ買ったじゃいいじゃないですか、電動爪切り機。セールになってないかな。肩が凝りますからね。そうっすね、ゲームしてるとね。私のは有線の初期型です。初期型有線の初期型ハーランドゴリゴリいっちゃいました。おお、やばい。こんばんは、プライムデーセールで勢力上げるサイト。深瀬さん来ていただいてありがとうございます。深瀬さん当たりました、キミヒ。どうすか、キミヒ。すみさん、何してるんですか。あ、直接狙ってきた。キミヒ当たりました。キミヒ当たった。あ、ヌーキーさん当たらんのです、意味わかりません。辻村さん、直接ほぼ直接あれ軌道決まってましたね。やばいな、辻村さん練習したんすね。直接はないと思ってた。ちょっとね。キミヒも86キックから来ました。お、猫さん。ククレジャとかマルキーノスしか来ません。ククレジャね、私もククレジャよう来る。あ、マルキーノス来てるんですか。私マルキーノスはまだやな。あれは神キックです。神、あ、86。あ、マジで？やったほうがいいんすか、あれ。そうなんか、あれ、私スルーしてた、ほぼ1回ぐらいしかやってない。1回やってもういいかなってなっちゃって。結構いいんか、あれ。86ピックでバルベルできましたね。おお、マジっすか、木戸さん。木戸さん当たってるやん。木戸さん結構ね、私の欲しい選手結構当てるんですよね。今やってきます、深瀬さん。私も後でじゃあやりますわ。オッケー。やらなきゃ。坂本さんね、趣味スカットに合わないので坂と同じ境遇です。ひどい。うちのスタメン。うちのスタメンを。マルチネス。高まる名声とかのキックではデリフトで、ちょっと嬉しかったです。あ、デリフト、いいっすね。シャビとシャビアロンソで席が埋まってるので。ああ、シャビとシャビアロンソで。あ、痛い。
エボした95島間。島間。LBRBCB でエアリアルプラスついて強いです。おお。あれ抜ける。島間なんか使ってる人ちょこちょこいますよね。強いんですね。危な。危なかった。やられた。ああ、オッケーオッケーオッケー。きついな。結構きつい勝負っすね。どうしよっかな。ロブもプラスでテクドリもプラスです。島間塩素とデタウル楽しいね。ちょっと厄介っすね。あの中盤辻村さん結構ガチガチ強いっすね。フィジカルが駆られる思ったより。あかん、やばい。ディアスはあれか、サブから出てくるのか。私も中盤でパウル入れてるけど強い。やべ、危ね。あ、猫さんも。あ、やられた。ジョタ。ジョタ危なかった、ジョタ。ジョタ危な。危なかったな、今の。危な、辻村さん。いや、怖っ。もう。今のは怖かったな。ジョタの高精度。前選手マジで一番入る。マジでそんな入る。ちなみにあギャラガーも同じくらいやばいよ。マジっすか。これガチが、これガチ。ギャラガーなんか誰かもギャラガーいいって言ってましたね。ギャラガーそんな強いんすか。あれいつ来ましたっけギャラガーって。95にエボで来た人だけが至高のギャラガー使えます。あーあ、ああ1個あげられるやつ、無料できたやつ。間違えて読んじゃった。アップグレ前にエボしないと95にはできませんでした。あ、そうなん、あ、そうか、アップグレしちゃったんか。なるほど、そういうことか。それでもう使えないってことか。やば。あー、うそーん。まあドンマイやね今のは。仕方ない。
その前がダメでしたね。あそこまで持ってかれたことがダメやったから仕方ない。確かにこのエンゾとデパウルの中盤やばい。ちょっと厄介ですね。3回やりましたが、ベルシルが3回出ました。あ、ベルシル3回も出た？あ、ベルシルが？ベルシル？今特殊着てましたっけ？金？金か。おし。なんとか追いつきましたよ、久しぶりさん。ああ、深谷さん、ベルシルか。え、全員、惜しい。惜しい。全員ベルシル？いいぞ。よし、さ、いい勝負ですね。全部交換し ます。全部交換か。お母さん、全部交換か。まあまあ、そっからね。そっから、何？出ることもあるから。深志さん、ナムナム。大丈夫よ、深さん。まだあるから、チャンス。君気とは言わないからメッシ出てくれないです か？いやいや、なんでなんでなんで。みんなメッシが欲しいんですよ。やられちゃった。まあもう、辻村さん。ウォーカーでやられた。スキムが怖くてね、突っ込めないですよね。あ、やってもらった。あそこちょっとチャレンジするとこじゃなかった。スズムさんめっちゃうまいっすね。直接。あんな精度よく何回もゴールまで持っていけるのはすごい。ああ、かかった。ラストチャンスあかんかった。チムさん、ありがとうございました。うわー、くっそー。あざした。ありがとうございました。でも、楽しかったですね。フレームできてよかったです。チムさん言ってくれてたから、ありがとうございました。スナイプしていただいて。ウォーカー最ねえ、強。ウォーカーやられたな。スイッチ保3。私は忍者タートルズ欲 しい。ああ。バフェのこと、バフェですか、猫さん。いきます、せーの、ドン。あと2試合。じゃあ私もちょっと、あとで96ピック3つ作ろうかな。で、皆さんにちょっと見てもらおうかビニが臭すぎましたね。な。ブドってなりました。ビニ臭かったっすか。いきまーす。せーの、ドン。あのね、今日来たピックもね、せっかくやからと思って、まだ開けてないんですよ。だからあれも今日ちょっと
後で開けようかなと思います。確かにね、ムバッペ欲しいですよね。今週着いたのも大きいでかす。けしよう。ねえ、猫さん、賭けします。いきます。せーの、ドン。いきま当たらす。ない。当たらないですね。いきますよ、木戸さん。せーの、ドン。木戸さんが当たらないって珍しいな。木戸さんいつもスナイプ上手やね。もう一回ここ抜けようか。いきますよ。なんか落ちたぞ。いや、そうそう、最近なんか不安定ちゃいますか？私だけかな？なんかこの CF 先週末からなんか赤いランプがね、つきやすくなってるんですよ。最近天気悪いからかな？皆さんどうですか？雨の日、大雨やからかな？今日はあれですけど、なんかそれでね、結構なんか赤で、なんもないです。なんもない？なんもないか。いきます。せーの、ドン。いきます。せーの、ドン。あ、そういえば、モグさんいるかな？モグさん、ワイさん、と、北海道で会ったんですか？もう出張行ったんですかね、モグさん。先週の時に来週行くって言ってたから。苦戦して延長してます。 WW。 わ かりました、さっきさん。私も今、マッチしてないです。いきます。せーの、ドン。サッキーさんがプレーオフで延長って、相手の方もかなり強いんやな。あ、当たった当たった。よしよし、木戸さん、やりましょうか。木戸さんのそのシュミスカ、バルベルデと、坂が入らないスカット。趣味スカットなのでお手柔らかに。いや、こちらこそ。あ、エデルソン。あ、クーマンは外さないですね。あ、ロドリ作ったんすね。よし。お願いします。よしよしよし。皆さん、ごめんなさい。ここはね、遠慮なくいただきます。キドランド。そういえば、テオのスロワークラスですげえ飛ぶんで、メグかハーランドに当てて、片方に落として決める方法ができるので、CK バリにはいります。 W。それ、えげつないっすね、それ。それえげつないっすね。スローインプラスか。それはえげつないな。そのスローインプラス有効に使ってる人いないんちゃいますか。おお、さすが木戸さん、ハーランドの使い方やっぱうまいですよね。
しかもハーランドサイドなんですね。サイドに置いてるかな。しかもねヘッドじゃないっていうね、やっぱりヘッドじゃなくてアクロバットっていうねシュートが。オッケー。そこはループや。そこはループ？ループでした。すいません、でもさ。ループね、私結構外すんですよね、ループね。オッパピースカッチさん。スカッチさん来ていただいてありがとうございます。スカッチさんちょっとあれですか、モチベーション下がってるんですか。私は最近ねあんまりね調子良くないんですよね。あのねディビライがねやっぱりきつくてね、みんなこうエリート上がってるじゃないですか。なかなかエリート上がれないですよね。スカイさんもうエリート上がりました？までは行きました。旗までは一緒っすね。私も旗まではなんとか行けて、そっからがねもう勝って負けて勝って負けてでね、また戻されてるんですよ。もうほんとこのゲームって感じです、もう。まあでも頑張るしかないですからね、悔しいし。まあね、無敗で、まあ、辻村さんもそうですけど、無敗で行くとかね、やられた、もう、やられたな。ハロー、ソーリー、フォー、マッツェリング、ユー、アイ、ワント、トゥー、オファー、プロモーション、オブ、ユア、チャンネル、ビューワーズ、フォロワーズ、ビューズ、チャット、ボツ、エトセトラ。ザ、プライス、イズ、ローワー、TH。ああ、ソーリー。わかり身が深い。わかりみが深い。そうやね、もうでもやるしかないからね、悔しいけど頑張るしかないからね。うわうまい、今の抜け出しうまいな。やばいな、木戸さんやっぱりね、ハーランド厄介やな。結果戻されましたね。旗に悔しいのを。もうほんと悔しいですよね、あれ旗。あー危ない。ああ抜ける抜ける抜ける抜けた。もうあの中盤から先がきついですよね本当に。まあでも頑張るしかない。もう本当せめてね初週行きたいんですけどね、なんとか初週行きたいんですけどきついんですよね。
みんな初週行ってるからね、ほんと。危ない危ない、危なかった。嘘、ちょっ、あー抜けない。キヨさん、あのタイミングがうまいんですよね、抜けないタイミング、抜けないタイミングじゃない、抜けるタイミングで出せるのがうまいですよね。私もあんな、なんやかんやあるけど勝ちたいっすね。そうっすね、まあ頑張るしかないっすよね。頑張りましょう。すみません、なんかいい選手当たりました？選手当たってますか？やべ、こないだ無敗で行ったってのは嘘って訂正し忘れてた。でもエリートに魔法を言ってます。すいません、嘘やったんか。でももうエリート行ってるんですか、さすがやな。うーん、いいな。ダルグリ引いたよ。ダルグリ、あ、ダルグリ見ました、見ました。どうですか、ダルグリ。あんま使ってる人見ないですよね、ダルグリーリッシュ。 G3 レベルですよ、無敗。無理に決まってますやん。いや、びっくりしたんですよ、えぇーと思って。あ、間違えて呼んじゃった。辻ムーさん無敗かと思ってました。間違えた。でもエリートには日曜日に行ってますからね。褒めて。すごいな。日曜日に行ってるんですか。すごいな、辻村さん。やっぱうまいな、辻村さんも。ダブリダブリダブリ。ね、アサス W。いいな。くそ、頑張るしかないですね。あー、コーナーか。あー、真ん中。あ、やばい。こう、まあ連敗する、連勝する時もあるんですけど、やっぱ連敗しちゃうんですよね。その繰り返しなんですよね。だからね、勝ってもやっぱ連勝、その連敗がダメなんでしょうね。おおおお、やられた。あと1点返したいな。まだ時間あるからね。ダルクリ、そんなにスピード感感じなかった。あ、そうなんですか。
ダルグリってなんかついてたっけ？ラピットがついてましたっけ？あんま PS 覚えてないな、ダルグリの。今週ついてたのは覚えてるんですけどね。そうか、スピードがちょっときついか、今は。キヨさん、細かいドリブルも上手ですよね。OK。 あ、外した。 外した。あれ外すか、あ7れ。点差つけても切断してくれないラピン。フェラントーレスも7が点強差。かった。フェラントーレスが強かった。マジっすか。7点差つけても、まあそういう方もいますよね、さっきさんね。おおおおおコッコさんと当たれないかも。大丈夫ですよ。まだ私もちょっと待ちますね。じゃあ、さっきさん。くっそ、勝てなかった。くっそ。ありがとうございました、木戸さん。最近木戸さんに勝ててないな。じゃあ、木戸、さっきさん待ってる間にちょっとパック開けて。タイアリでした。ハーランド楽しいで木戸すさん、やっね。ぱハーランド出すタイミングが上手なんやなと思いました。ハーランドにちょっとパック作るためにこれ開けましょうか。87×3いきますよ、皆さん。せーの、ドン。あ、来た。ドイツ ST。 ああ、これはポップかな。来た、裏来たよ、裏来たよ。うわ、何これ。まあ、これさっき行きましょうか。これね、今ポップと86、87やったよね。もうすぐできるようにね、用意しといたんですよ。よし、皆さん、いきますよ。何がいいかな？あ、皆さん、このピック。何がいいかな？87以上の選手しますか？これ結構、無理か。いや、それ言ってみよう。87以上の選手が出るかどうか、皆さんよかったらかけてください。このピック。今日来たピックです。 93×3 人かなのピック。ちょっとその間にあれ作っとくかな。86ピック。2050ポイントしかないが。ありがとうございます。ぜひかけてください、スクエスさん。この噂の。97以上は無理じゃないですか。いや、ありますよ。ちょっときつい？ちょっときつかった。97以上はさすがに。
85レートですよね。あれ84がいない。84ちょっとしかいないな。よし。ちょっと SBC ね、パック開けたいんでね。ちょっと下書きだけしといて、下準備だけしといてね。楽しみやな。誰来るかな。持ってる選手欲しいな。ミリトンか、ウォーカーか、バルベルデか、ビニか、そんなとこかな。来てほしいな。よし、行きますよ、皆さん。97以上の選手が来るか。いきます、せーの、ドン。なんか怖い。あー、おー、あー。ペドリ来やすい。これどうすか。カンテまあまあ。カンテ。おお、カンテ。カンテじゃないかな。カンテですかね。カンテか。よし、結果出します。でも結構みんなハイにかけてくれてる。出ませんでした。ちょっときつかったかな、金額的にね。あ、レート的に。あ、坂本さん、すごい。坂本さん1万が2万。わい。あー、木戸さん、スクラッチさん、猫さん。木戸さん7000もかけてくれてる。かけていただいてありがとうございます。まあ、うん、カンテか。使う。あとジーコ買いました。ジーコ買った、スクラッチさん。あ、ジーコ。これなんや、これ。プレミアムエレクトランプレイヤーズパックって。あ、さっき作ったからか、これ。コッコポイント11万あるや。ネゴさん、すごいな。そんな、あ、なんか出た。びっくりした。いくらする？4万。わ、ジャカこれレンジ加減じゃないですか。これ売れないパターンですよね、これ。 DM シカとして打つコメントはおもれーな。こんばんは。あ、ニョロさん、こんばんは。来ていただいてありがとうございます。ニョロさん、さっきピックやったんですよ。ニョロさん、もう終わっちまいました。そうなんですよ、ちょうど終わったとか。終わりました。あ、サギさん終わった。よし、やりましょうか。よし、サギさん、あとはマッチするかですね。ピックをやったんですね。そうっす。ニョロさんに、あの、配信でやれっておっしゃっていただいたじゃないですか。私がいつも、なんていうんですか。受けました？どうなんですかね。ちょっと、それわかんないですけど。いきますよ、さきさん。せーの、ドン。www ねえ、86ピックが熱いっていうのを聞いて、後でそれもやっちゃおうかなと思ってます。あれ、まだやってます？あ、そうですね、あと1試合だけ残ってます。 CF っていうかプレーオフは。いきます、せーの、ドン。やっぱちょっと87以上はさすがにきつかったか、ちょっとね。いきます、せーの、ドン。ニョロさん引きました、さっきピック、今日来たピック。皆さん、あれ結構当たりました、今日のやつ。あ、当たらんな。
よし、いきますよ。せーの、ドン。最近ね、このピンチもね、悪いんですよね、私。いきます、せーの、ドン。SBC 何一つやってないです。裏に S リビアがやっていてタックを引けません。あら、そうなんすか。それをピックとかで使ったらいいじゃないですか。だいたい私、前14ぐらいやったんですけど、ね、16、18が最近ね、多くなってきてますよね。いきます、せーの、ドン。金選手の手持ち最高が82なので何も解けません。ヨルさん、当たらない。さっきさん、当たんないですね、なかなか。もう一回戻ります。いきます、せーの、ドン。まだ3試合しかしてないからかな。あー、そういうのも、もしかしたら、まあ、もうちょっとやってみましょうか。さっきさん、せっかく言ってくださってるんで、いきます、せーの、ドン。すぐ当たった。いきます、せーの、ドン。すぐ当たった。あかんわ。ちょっと待ちましょうかね。ちょっと一回抜けて、もう一回。いきます。せーの、ドン。あかんな。よし。いきまーす。せーの、ドン。僕もやりたいんですけど、PS5 のコントローラーがバグって、まあ、スナイプで傷です。あらまあ、コントローラー調子悪いんですか、ニョロさん。いきます、せーの、ドン。ってことはもうゲーム自体コントローラーあれやったらできひん。ドラフトしまくってたので新しいのを買ったのですが、うまく接続できないです。でけえない。日頃の行いです。あ、新しいの買ったんですけど繋がらないの？なんでやろう。いきます。せーの、ドン。あ、皆さんこれマルチネス作りました？SBC キーパー結構良くないですかこれ。私あの結構カシージャスと、シマイケルよりいいんじゃないかなと思ってますけど。よし、もう一回いきます、せーの、ドン。あ、オバマさんと当たった。ちょっと逃げ、やめとこう。オバマさんオバマさんと当たった。いきます、せーの、ドン。作ったけど、わしはチェフのか好きだった。あ、あった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 。さっきさん、これですよね。来ましたよね。危なかった。さっきさんの ID さっきやと思っとったから危ねえ、間違えるとこやった。危ねえ、危なく切るとこやった。お手柔らかに。いやいや、こちらこそ、こちらこそです、さっきさん。さっきさん、どのスカットで来てるか。あー、マルチネス。あー、ロナウジーニョ、噂の。あー、ビニ。あー、ネイマール、エボッタ、ネイマール。よし。いきまーす。あ、間違えた。よろしくお願いします。サッキーさんもやっぱプレイスピードが速いですね。
無事できたと思ったらスナイプ終わってましたごめんなさい、今ね、サッキーさんとやってるんですよ。タイプ C の伝送容量が足りなかっただけでしたわ。わしのチェフの下りはいいよ。わしのチェフの下りはいいよ。すみません、どういうこと、ごめんなさい、分からなかったチェフの下り、私スルーしちゃった、なんか。ね、こらえきれなかった。間違えた。出てしまった。でもサッキーさんと今作やるの初めてかな。最初の方はやったかな。詰めた。嘘。あれ入るんすか。さっきさ、迷いもないな。さすがやな。プレイも早い、判断がやっぱ早いですね。まあスキルムーブももちろんですけど、やっぱ。あれ抜けちゃった。やばい。ああ助かった。
tells the story. The hosts clearly second best in this first half. Yeah, they've struggled a little bit, haven't they? Ah. かんかんかん、もうちょっと落ち着いてボール回さないとね。おおおおお、間違えた。ああ、よかった。よかったことない。1点入れたいな。なんとか1点入れたいな。ハーラン交通事故でネイマやられました。ネイマやられました。ネイマ怪我しちゃった？来い。ああ来ない。ネイマ怪我しちゃった。ごめんなさいね、さっきさん。ああ危ない危ない危ない、出てしまう、出てしまった。危ない、まだある。ロストしちゃった。今逆サイ空いてたな。逆サイ空いてました。あれ、なんで今ロストしたの。やばい。
あ、やばい。あー、危なかった。 危なかった。 やばい。あ、危な。 あー、よしよし、助かった。さっきちょっと変えます。ね、パワープロの動画見てたら欲しくなってきました。パワープロ、パワープロ面白そうっすか。パワープロ面白そうっすよね。今はちょっと やりやすくなってるんですかね。こうカーソル合わせるのに多少補正とかかかってるんですかね。そうじゃないと多分あの球の変化についていけないから打てないんちゃうかなと思うんですけど。ロックオンとかあります。あ、ロックオンとかあるんですか。自動で合わせてくれます。ナッキー、事故。あ、自動で合わせてくれんの？それでも前、昔もありましたっけね、それ。そういえばそんな機能。あ、間違えて、合わせる忘れた。あ、やばい。できないモードもありますけど。ああ、まあ初心者用にってことですよね。来た。ああ、来なかった。ラッキーラッキー。あ、抜けてしまった。あ、ラッキー。あ、ミスした。あー、ラストチャンスやったのにな。ラストチャンス、またある。あー、ない。あー、ラストある。まだある、まだある。来た。あー、来い。あああ、なあ、1点も取れんかった。サキさん、ありがとうございました。いや、まあ、さすが、まあ、サスキーさんですからね。ダイアリでした。あ、でも、久しぶりにサキさんと対戦できてよかったです。またよろしくお願いします。でも確かにあのパワープロで長打とかこう打てた時ってすっごい気持ちいいですもんね。スパキャンは毎作偉大ですね。スパキャン、さっきさん、スパキャンよくおっしゃってますよね。
強振したらさらに小さくなるのでね。ああ、強振懐かしいな。そっかそっか、強振にしたらちっちゃくなってましたね、そういえば。そんなありましたね、そういえば。よし、最後86ピック作りましょうか。パックこれ開けようかな。 84×20 いきます、せーの、ドン。せめて色付き着て。あ、金、うそーん金か、しかも88か、最高裏ある？裏でも金ですもんね。誰が来る？女子この方まあそうっすよね、かぶるますよね。2、3、4、あ、間違えた。これで2つ、もうこれで全部作れるかな。ね、85レートですよね。ちょっとこれ写真撮っとこうか。これ使いたいから送ろうか。これね、誰やったかな。どうやって見るんやった。あ、しまった、携帯見てたスクリーンショット撮った携帯見てた。チャルファノール、ラポルテ、ヘンディ、チャルファノール、ラポルテ、ヘンディ、これで一回送って、あとハーガーベルグ、ポップヘンプ、あ、危ね、ハーガーポップ、ハーガーベルグ、ポップヘンプ、ハーガースクラッチさんがさっき言ってくれてたやつ。作ったけどわしはチェフの方が好きだった。あ、それをスルーしたっていうことか。あ、あー、そういうことか。スクラッチさんごめんなさい。そうか、スクラッチさんはそっちの方が好みやったんか。80、これあと全部84でいけるかな、これやったら。出して、そうやな、87平均になるからいけない。そうです、泣きそうです W すいません。チェフか、まあ、確かにね、チェフの方がリアクション、どこまであれかがリアクション値がね高いのがね、やっぱね結構影響してる気もするんですよね。あとハーガーベルグだけ。チンチン仲間だから好きなんですか。え、どういうこと鈴木さん、チェフやからってこと。
ちょっと待ってね。89、80。チンチントロフィーの人じゃないか。ああ、そういうことか、そういうことか。マルチネス？あ、そういうこと？私がってこと？もう、ぬきさん。私と仲間ってことか。これあと全部1個85で、あと全部84でいける。うわ、84がない。なんかもう、なんか毎日のやつなくなってますやん。あの、目標がね。プレイ。で、あれでパックがなくてね、結構きつないですか、皆さん。素材がね、きつなってきとる。特にこの83、84、82あたりが枯渇してません、皆さん。わかります。ねえ、あ、辻村さんもね、結構きついですよね。間違えた。これでいこうかな。よし、皆さんまたかけしますよ。今日はこれで最後です。86ピック3つで。どうしよう。何がいいかな。特殊出るかやったらちょっと面白くないか。85以上 ?85、あ、じゃあ95以上 ?95 以上にしようかな。95以上の選手が出るかどうか。この3つで、3つで全部で95以上の選手が出るか。あー、辻村さん、前か。前かって言ってしまった。95以上の選手出るかどうか。やっぱあの地味に毎日目標できてたのが大きいですよね。あ、辻村さん、こんにちは。ありがとうございます。使ってもらって。95か。95、微妙なとこでしょ。特殊やったら、特殊1枚出たらね、95ぐらいはサクッと出ますけど。微妙なところでしょう。よかったら皆さんかけてください。この目標がないのが結構きついですよね。出るにかけました。お、ありがとうございます、つむさん。皆さんもよかったらかけてください。最後。この86、3つ。ピック。これ何が出るんですか。あ、そっか、今排出してる選手が出るのか。じゃあ ビニとバルベルデか。ビニとバルベルデ。OVR85 ってどうやって捻出してるんですか。あー、 85×5 とか 84×10 とか 86×2 とか。交換かピックじゃないっすかね。私結構毎週残ってきませんか。残してるんですよ、毎週私。85はスタリスク5か。そうですね、85×5、84×10、86×2 とか、あの辺が結構あるんで。あれも85必要なんだよな、W。うん、まあ確かにね、確かに。徐々にパック減ってきてます、今週はさすがにね。このピックあんまだからやってないんですよ、これ。お、よし、いきますよ、皆さん。85が出るかどうか、いきます、1つ目。せーの、ドン。特殊来い。あー、いらないイベントカード使えばいいんすよ。83とかで調整するんですよ。あ、かぶってる。あ、そうかそうか。そうかそうかそうか。イベント。いやでも、なかなかいいっすよ。いいっすか。いきます。せーの、ドン。あー、なんか色付きてた。やったー、出た出た出た。エリクセン。おっしゃ。よっしゃ。いきますよ、最後。せーの、ドン。バルベルで来い。バルベル、色つきこない。まあこんなもんですよね。でも出ましたよ、皆さん。まあまあですかね。エリクセンの数値見るとよ、割ってなります。あー、確かに
ほんまや。ほんまや。レート詐欺。おお、さっきさんすごい。1万が2万5000。木戸さんも5000が1万2000。おお、辻村さん3000が7700。ああ、わ、Y さん2万5000も入れてくれたんか。ヌーキーさん3400。ありがとうございます。まあまあ、つかね。これどうしようかな。明日のに残しよっかな。もう、あれ、交換に入れとこうかな。交換に入れとこうか。よっしゃ。アイコンピックしましょう。いやいやいや、しないですよ、しないですよ、そんな、アイコンピックとか。あれ？あ、そっか、GK。え？え？アイコンやったー。だって、あんなん、だって、あれでしょ。え、要求レート高すぎでしょ、あれ。これですよね。RQ 来ますけども。ソロ墓地アイコンピックしましょうよ。もう終わりでしょ。嘘。90レートですよ。90レート入れなきゃいけないですよ。いらないでしょ。90の選手。ああ。どうしようかな。どうせトレットなんだし。あ、そっか。じゃあやりますか。やりますか。最高。やりますか。ありがとうございます。じゃあやりましょうか。そっか。がやりましょうか。じゃあ やります、やります、やりますよ。やりましょうか。じゃあよし。今年も怒られる引き置きたい。あ、マジか。大好きなので BM 返します。あ、ありがとうございます。お、わかりました。88やんね、今やってんの。やから今89と88入れたから、87が3つか4ついけるかな。すんごい嫌そう W。 うん、素材減りますもん。だってアイコンピックって出た試しないことないですか。こんなん言ったらあれですけど、まあでも確かにおっしゃるよね。 RQ 別に出てるじゃないですか。ああ、そうかそうか。まあ、今作確かに僕も W。 RQ か。最高ワイラームですね W。 ワイラームか。私誰引いたかな。もうピック自体ね、今年引いてないからね。アイコンピックもう Y 期間以来か。じゃあパックもちょっと開けて、あと87レートと90レートか。90レートってきついな。シーズン7でもらった選手残ってないですか。どうせ使わない赤を突っ込む。モドリッチ。まあね、素材はね、そんな正直は困ってないんですけどね。まあそうですね。まあそうっすよね。どこやったっけ。コスパか。そうっすね。コスパ、なんか、そうっすね。いやでもやるからにはね。RQ を引きたくない心理でしたくないんですね。そうっすね。RQ。まあでもね、やっぱ欲しいのはあれですよ。ロナウジーニョ。ロナウジーニョはさすがに欲しいですよね。ビエラとか出たらいいっすね。ビエラとかは、ビエラとかはちょっと、ちょっとビエラ出たら正直困っちゃいますね。
ため息吐かれて文句言いますよ。まあでもね、誰が出てもね、てか大型 CM 使いこなしましょう。大型、私軽い CM でいいんですよ。もうね、プテボンで、今作はプテボンで行こうと思ってるんでね。私がクーマンが出るように祈っておきます。なんでなんで、やめてやめて、クーマンとか木戸さん祈るとこちゃうよそれ。ビエラ困る感。ビエラ困らないですか、正直。これ87がつきちゃったんですよ、これで。スクラッチさん贅沢だと思いませんか。クーマンとか笑う。クーマン。フリットも文句言われる候補。うん、重いじゃないですか。あ、そうか、80、もう一個ぐらいいけるのかな。すぐパス出せばいいじゃないすか W。 いやいやいや、まあそうなんですけど、おっしゃることわかるんですけど、まあ確かにすぐパス出せばいいんですけどね。あと誰が欲しいかな。で最後90レートですよね。90レート、こだわりすみません、そうなんですよ、こだわりがあるんですよ、ごめんなさいね、めんどくさくて。皆さん、よし、これこれこれ。あ、チームさん、サブスクしてくれた、ありがとうございます。え、私アイコンピックするから。ありがとうございます。遅い。気づかなかった、ありがとうございます、すいません。なんか皆さんよかったらね、サブスクしてください。傷ついた。あのね、サブスクのメッセージ出ないんですよ、だから読み上げられないんでね、気づかなかった、すいません、ありがとうございます、スズムさん、嬉しい。スモーリング出ました。じゃあね、辻村さん、そのやってくれたから、一番でかいパックいきましょうか。私が持ってる一番でかいパック。これどうですか ?87×4。いきますよ。これはいけるっしょ。一個ぐらいはね。いきますよ。いきましょう。せーの、ドン。きます、バベコイ、バベコイ。金色やん。これで金か。ダブリダブリダブリ。せめて色付き来てほしいっすよね。ほら、誰やろうな。カトとかな。カトとか。結構ひどないですか、これ。87×4 で88って。最近そんなもんなんすよね。まあそんなもんなんすか。そんなもんすか。出にくいです。出にくいっすか。せっかく残してたのにな。まあ仕方ないですね。誰でしたっけ。パレですか。で、TOTS が1個いるんですよね。W でなんか、レート高いのいるかな。プテジャス入れましょうか。プテジャスじゃない、ボンバティ。で、90レートか。プテジャスじゃない、ボンバティ入れたから、90、2つだけか。余裕は。ってことは、89が4つ、間違えた、3つか4ついけるか。90レートめちゃくちゃ言うやん W。 いや、なんかせっかくこれね、使わないんですけどね、なんやろな、こうもったいない感ありますよね。K
ケチ臭いんですよ。ごめんなさいね、ケチ臭くて。これでいけるかな。このゲームでケチなの大事です。そうそうですよ、すごい大事ですよ、このゲームでケチなの。ダルクリ引けばオケ。じゃあダルクリ、ダルクリ引きますか。お、結構これでいいかな。よし、行きますよ皆さん。これどうしたらいいやろな。よっしゃ。どういう課金にしようかな。あ、南米の選手が出るかにしますか。南米の選手、名選手出るかにしましょう。名選手出るかにしましょう。最悪全部バースデー。名選手誰、ピンポイントやな、すごいやつだ。名選手出るかどうか。名選手出るかで出します。2分。いきますよ。よし、誰が欲しいかな、ちょっと見てみよう。名選手って誰がいるんやろ。バージョンやルにかけました。あ、ありがとうございます。結構いますよ。結構、これ何でしたっけ、何、何アイコン、コパアメリカ、グレートオブザゲームか。やっぱね、ロナウジーニョ欲しいっすよね。あ、でもダルグリ結構いいじゃないですか。あ、PS が、でもそっか、うん、PS がちょっとあれ。あ、リバウドいいな。リバウド、ロナウジーニョ、ジェラード、あ、ジェラードは目標か。あ、シュマイケルも出るんか。あ、アンリもいるんか。ニョロさん、アンリ引いてましたよね。ハジ、ハジもいるな、ハジ。あ、マルディーニもいるんか。マルディーニもいいな。ロナウジーニョが欲しいですね。リバウドもいいな。アンリ強いぞ。アンリも、確かにジークをぬぬめ。ジーク、あ、そうか。賭けになってないかもしれない。嘘、マジで。あ、でも、いや、大丈夫大丈夫、辻村さん。ジーコ、あ、そうか、ジーコもいるんか。ジーコどこや。あ、これか、ジーコ。ジーコ守備ができるのがいいですよね、結構ね。よし、いきますよ皆さん。南米の選手、何でしたっけ、名選手か、名選手が出るかどうか、いきます。ドキドキするな。せーの、ドン。あー、これまあまあっすか、これトーレス、ウーン W。 トーレスやんね、トーレスやんね。30万。あ、30万、まあまあか。ありがとうございます、 Y さん。個人的には最高ですね。あ、リバプールのね、レジェンドですもんね。あ、本当は30万か。あ、でも確かにペースマックスやし、今週ついてラピッドついて、あ、でもカーブ84じゃ今週きついかね。あ、ティキタカついてんのいいな。あ、ファーストタッチついてないな。プレスプルーブンついてないか。ちょっとドリブルは重めかな。
身長185。高精度入りますよ。高精度入りますか。185ぐらいかな。めちゃくちゃ速いっす。めちゃくちゃ速いっすか。フィジカルいくつ ?88 か。ダル、あれよりかな。プシュカシよりですか。後半投入でもいいっすね。うん、プシュカシュの代わりに入れてもいいかも。ちょっと結果出します。皆さんハイにかけてくれてるな。概要、お、木戸さん8000が8800、辻村さんも3000、あ、本当ですか。スクラッチさん、あ、150が166。あ、ヌーキーさんとニョロさん40、ニョロさん 40? ありがとうございます。プシュカシュよりいいですか。40です。40でしたね。あ、パワーヘッダーついてんのか。でもプシュカシュの方がよ、いい、よくないですか。ベグより、55かな。それはないっす。それはない。54か。54なんか。あ、45なんか。45なんか。プシュカシュかな。まあ、一回使ってみようかな。プシュカシュの代わりに。あ、変なの引き換えた。間違えた。プロクラ界隈だと高精度プラスは固定のカーブ値があるのでカーブ値関係ないって言いますね。あ、マジですか。あ、辻村さんありがとうございます。特徴あるのでカシよりトーレスの方が嫌です。早すぎる、早すぎる。名前変換権だ。昔の仕様っすね。それ昔の仕様、間違えた。 W 間違えた。これあれですよ、返せますよ。返金しましょうか。辻村さん23までのフィネスに使用ですが、今作もそうなんですかね。はい、戻しました。うん、ね、今日フィネスがそうですよね。カーブ値マックスになるっていう。ありがとうございます。戻しました。ちょっとまあ一回トーレス使ってみましょう。スカバトでちょっと使用感だけ見て今日終わりにしますね。トーレスか。はい、ハイミドですかね。ハイミド右利き186。昔なんですね。どうなんでしょうね。うん、あ、ここでもいいんか。フォーデンの代わりに逆語なんで高精度はどこからでも入ります。あ、そうか、逆語か。でかいですね、トーレス。間違えた。やっぱ重いは結構重いは重たいですね。
ちょっと軌道低かった、ね、でもスクラッシャーがおっしゃったように速さが勝負、速さラピッドをついてて99やから中央がやっぱりいいですね。中央がいいっすか。まあベグよりいいんかもしれんな、私やったら。どこにおると思います。フィジカルは、あ、でも88なんか、フィジカルが。フィジカルが思ったよりは。でも縦の速さはあるから、縦の速、失敗した。縦の速さはあるからいいんかもしれんな。ペース99。今日ヘッダープラス持ってるんで、コーナーでは前にいると思います。ああ、なるほど。ほんま結構軌道いいっすね。カーブないのにそんなに思ったよりいい軌道やったな。でかいからかな、なんでやろうな。ごっこさん軌道にもうるさいですよね。シュート値が高いからじゃないっすかね。うん、なんすかね。そのカーブ値結構ね重要っすからね。あー結構いいかもしれない。でもカーブ84か。次逆速でやってみてください。クライフと入れ替えて。わかりました。ヘディング92、シュートパワー90。あ、シュートパワー94か。ロングシュート、ロングシュートどこや。あと91か。シュートパワー94やから、テクドリはつ、あ、テクドリも一応ついとんのか。間違えた。でもちょっと内側なんていうんですか、まっすぐ目なんかな、距離というかね。あんまサイドの奥の方からはちょっと入れるの難しそうやな。おお、でもこうなんか加速はそこまで速くない？思ったよりラピッドがついてるのに。このやっぱ1本目が遅いですね。こう、あ、でもタイミングか。スナイパーでやや長いにすると早いっす。あ、そういうことか。そっかそっか。ファーストディセンダントもうすぐレベルマックスになりそうです。え、すごいな、ヌーキーさん。もうそんなやってんの？え、ヌーキーさんいつから始めたんですか、ファーストディセンダント。でもスタメンでは使うことないっすからね。 W、 うん、確かにそうなんすよ。昨日の寝る前です。え、そんなすぐレベル100になるの？あ、外した。でもベグよりいいかもしれないですね。
でもあれか、うーん、ちょっと使ってみて考えましょうかね。タイプが違うからね。右利きですよね。あいつの6歳ですからね。うーん、私ベグあんま使えてないから。あ、でもベグね、あれか、ちょっとねディフェンスがいいんですよね、ハイハイで。まあでも、あ、この 5-5 やったらまた違ったでしょうね。値段もやっぱ4、スキルが4っていうのはやっぱこの時期、まあでもトーレスがスキルってイメージはないからかな。やっぱこの辺はちょっときつそうやな、軌道的、カーブ値的に。やっぱちょっと中央寄りの右からの今週が決まりそうな感じですね。この辺から、この辺からがね。間違えた、あ、入った逆右足やったけど。この辺ちょっと弱かったね。この辺からが良さそうな感じやな。おお、まあこれキーパーが弱いからもあるかな、今のは。いた、トーレスって初めてザコ選手をエゴする営みやってるんですけど、こんな面倒くさいのよく皆様やってますね。ザコ選手を。え、何エゴしてるんですか、リョロさん。ショートパス87。フラバジル。フラバジル。フラッシュバックジル。FB ジル。そんなんありましたっけ。エボめんどくさいですよね。ビジョンって、あ、ビジョン視野は広いんか。94。まあそんなパス値は悪くはない。 DR でボコボコにされてます。まあちょっとあれでちょっと出したらいいんですよ。ちょっとコーナーでパワーヘイ持ってるって言ってましたもんね。
どこにおる、あ、一番奥におるかな、おらへんやトーレス。ちょっと出す前に切断されて何とも言えない気分になるちょっと出す前に、あー違った他にでかい選手がおったから出てこれんかった。あーなるほど、そのあれですよね、エボしようと思ったのにみたいなありますよね、たまにね。何出すんですかスクラッチさん。スクラッチさんも結構エボってますか。私もエボめんどくさくてね、もう最近全然エボってないですね。寸止めです。寸止め、次元どういうことやねんそこはさそうそう、皆さんこのなんか目標、フッティーズの目標来てるじゃないですか。フッティーズの目標、これちょっと結構きつないですか。この行き損ねましたねこれオワイランとかのやつで、これ30試合で。私はクロロドリゴやりましたね。あ、クロロドリゴ、あファティとラッシュフォードとオーバードルフ入れて、それ思いました。30試合ってめちゃくちゃちゃいますこれ。ちゃんぽんじゃダメなん。ちゃんぽん、これねめちゃくちゃきついっすよね。これはひどいなぁと。ここはね正直1日ででき、1回で試合できますもんね。レベルアップの悪夢再びですか。ね、そうなんですよね。これね、でこのカイトで20なんですよ、これ。これもう。で、これで。CF とポで終わりじゃん。今の時期に38歳。ねえ。でも、ニョロさん、この3人入れてですよ。スタメンで入れて30試合やらなきゃダメなんですよ。3人ならまあ。嘘。ファティと、まあ、ファティ強いか。ファティ強いな。ペースマックスやん。でもね。この時期にやってるやつならやるや。ロッテいう悪意ですね。うん、まあ、確かにね。で、ラッシュフォードですよ。ラッシュフォード。まあ、ラッシュ強いとは思いますけどね。このオーバードルフ。これでも王冠ついてないから、これケミどうなんすかね。これケミなしですよね。あるんかな、フッティーズだから。こうやって君どうなってるかな、これ。王冠、ほら、やっぱ王冠付きですもんね、これ。王冠ついてないんですよ、これ。オーバードルフとか。ちょっとひどいな。オーバードルフは王冠つけてほしかったですね。ってことは、ケミ。ファビーニョはケミ良かったですけどね。ね、ファビーニョいいですよね。CB もできるし。結構いいな。なんかあったはずなので、コンセプトで試してください。あ、なんか王冠またあんのかよ。また試しましょうか。でも私王冠付きしか今持ってないんですよ、ヌキさん。このファビーニョと、メルテンスしか何も書いてないですよね。この0点取ったらコンセプトじゃわからないんですけ。あ、そうかそうか、コンセプトか。そうかそうかそうか。30試合って聞いてアプリ落としたので目標やりませんそうなんですよ、あれはちょっとね、ちょっときついなーって感じですよね。コンセプトこれか。オーバードルフ、オーバードルフ、
キンパックスになった。なんで？本人だけなんかあるとかじゃないですかね。ぽいっすね。本人だけ。じゃあいいじゃん、ショー。確かに。だってこれ本人だけマックスなんやな。いや違うぞこれ。バイエルン、ドイツ、リーグ全部1個ずつ持ってますやん、これ。すごいな、これ、ケミ。じゃあ、王冠マークはどうなってるんですかね。都合のいい女ですね。言い方、ヌーキーさん、言い方それ。フッティーズ。なんや。メルテンスと誰でしたっけ。あ、ん？あ、さらについてるやん。違うか。チームは一個。でもリーグは1個つ、1個っていうか、ケミ1個分で、国籍が2つ分つ。あー、でも国籍これがついてるからか。ん？これなんやこれ。リーグが1個分でも国籍とチームは1つ分。何これ。こっちの方がいいやん。ちゃうちゃう、アイコン入れてるからやこれ。ややこしいなこれ。全部外さな、分からへんな、これ全部外しますねこれ今。これややこしいなこれ。全部クイックしてますよ。え、嘘嘘嘘、違うよ、嘘。怖いこと。www ビビった、もうヌーキーさん。嘘ですよ、うわ、ビビった。あ、違いましたか。怖い、ヌーキーさん。え、これどう。あー、でもそっか。え、やっぱりリーグとチームと国籍が1個ずつですね。あ、でもリーグは2つか。あ、違う違う違う、何これ。え、違う、右下のブスも外してあげて。あ、その言い方抜きさん。自分がキミマックスなんか。自分が何、アルゼンチン、あ、監督か。自分がキミマックスで、リーグとリーグが2つ分だけついてますね。で、オーバードルフは、あ、またクイックしましたよ。してないしてないしてないよ。またさ、もうヌキさん怖いわ。オーバードルフはでもキミマックスじゃないんやけど、これかなりでかいですよね、フッティーズ。これじゃあもう自動で君2つ、あ、君外しちゃった。王冠付きは自分だけでマックスになれるけど、みんなへの恩恵はちょっと少なめってことですよねこれ。やけどこの何もなしフッティーズは、自分は君2つ分ですけど、みんなへの恩恵がすごいありますよねこれ。チームと、え、これいけんのかな、他の人にも影響してますよね、これ。してますよね、ドイツ、これ1個ついてるってことはね。だから、ケミの恩恵度はフッティーズの方が高いんですね、普通の。で、おかん付きは自分がマックスやけど、貢献度はそんなに高くないって感じですね。まあでも、この普通のフッティーズはアイコン1個入れたらもう自動で、
マックスになるからこれいいですね。これだいぶ楽になりますね。これもうケミとか気にしなくてよくなりますね。これは本当に。まあもうそ、まあフティーズってそんなんでしたもんね。まあでも変なフティーズでメッシやら出しやすくしたんですね。うん、まあ、たそうなんでしょうね。まあ、でも今年もパックから出すんですかね。ねえ、パックから出すでしょうね多分。まあでもオーバードルフスタメンで使うのはちょっときついですね。あ、売れたザカ。うん、ちょっときついですね。うん、これ何や位置って、なんか被ってんの。スカバとかライバルズ縛りでした。去年みんな引いちゃったのか。ん、スカバとかライバルズ縛り、スカバとかライバル、あー、さっきの目標フレンドリーでいけたら談合ありかなと。あー、そっかそっかそっか。あー、ダメっすね。スカバとライバルズチャンピオンズです。うわ、違う、あ、いけるか。スカバともいけるのか、びっくりした。スカバとねえ、談合やったらいいんですけどね。フレまでできたらいいんですけど、これはきついな。だって普通に考えてこれ3つしようと思ったら10、20、30やから60試合。一瞬 CF 犠牲にしましょう。まあスカバと放置ですね。スカバと放置スカバと放置しますわ皆さんありがとうございました。30試合させるんだから87掛け算30ぐらいくれよ。まあ、確かにそれぐらい欲しいですね。レベルアップはもっと苦行でしたよね。そう、え、もっと大変でしたっけ。私レベルアップ去年やらなかったんですよ。なんかもう、まあでももらえるパックをまあまあいいから 87×2 か。僕もほぼやりませんでした。 W もう全くやらなかった。まあもらえるパックもまあ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 やな。でも辛かった記憶あります。辛かったね。辛かったですよね。もうあれはこれも正直きつい。もうこんなんやったら正直もうなんかポイント買いたいぐらいですもん。こんな、まあ、1000ポイントって大きいですけどね。まあでもやるんかな。ここはやりますけどね。ここはまあでもやるかななんだかんだ言ってやりますよね欲しいですもんね。みんなそこにエボで50試合が来ます。うわー、それは厳しいな。みんなこれ欲しいでしょ。これボンバって言ったらこれハーランドね。ハーランド早く使いたいですもんね。ハーランド欲しい。うん、ハーランド欲しいですよね。あ、ファーストタッチついてる。あ、今もついてないか。これねって消えちゃったんですよね。このプレスプルーブについたでも大きいですよね。プテジャスもねいいですよね。うん、白プレイスタイルが寂しいですね。ねえ、確かにそうなんですよ。これこっちやったら、ね、ボンマティですよ。あ、ボンマティか、そうか。ボンマティね、フィネスやったら最高やったんですけどね。まあでもパワーシュートでも、私パワーシュート打たないからね。こっちで来てほしかったな。こっちで。そしたらもう最高でしたね、ボンマティ。まあでも使えますけどね、これは。ボンマティは。アンカーで80-96まで。 ST でも強そう。うん、ああ確かに。まあ確かに意外とフィジカルが強いんですよね。だから結構ね今も使ってます。シュート力上げればいいだけなの楽。うん、確かにシュート力も8つけたらシュートもほぼカンストや。ああ確かに、確かにストソワードでもねいけそうですね。まあ隙4なんですけどね。まあ今もね正直80
ナナもね、だいぶ強いんですよ、普通に。安いですけど。なんで今週じゃなかったんやろなと思いますけど。ね。あ、タヌキついてる。消えてた？さっきタヌキ。シュートパワー85。あ、ストレングスでも1個しか上がってないんですね。インターセプトも、まあ、あんま変わらへん。あんま変わらへん。あんま変わってないですね。今見たら。そんな変わってないな。え、そんな変わってない。すでに97ですから。また、そうかそうか、97ですもんね。変わってないですって、そうだね。数値的なところはそんな変わってない。あ、アンティシペート消えてるやん。え、これ何が増えたん？逆に。パワーシュートが増えただけ？アンティシペート聞いてるやん。パワーシューだけ？これはまあ目標やから仕方ないんか。シャーなしです。うんまや。パワーシュートが増えただけで、アンティシペートの方が良かったですね。白でもね。うん。ちゃんと見てなかったな。まあこの辺にしときましょうか。皆さんありがとうございました。まあでもね、あのいろいろありましたけど、いろいろピック引けて楽しかったです。おやすみなさい。つぶさんおやすみなさい。皆さんありがとうございました。また明日ね、プロクラブ、アンヌーキさんもありがとうございました。プロクラブしますので、皆さんよかったらね、明日も来てください。皆様ありがとうございました。ニコニコ。よし、じゃあ皆さん、お疲れ様でした。あ、キロさんありがとうございました。おつ、ニョロさんもありがとうございました。じゃあ皆さん、おやすみなさい。これで失礼します。